皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年、12月の19日、19時56分、本日、裁判所へ行って再確認したんですけども、ご近年淡井圭介を訴えた者はいませんでした。で、あと、まあ、その勝訴のね、書類がなかった理由思い出しました。結局その裁判官の人が、まあ、お金はちゃんと振り込まれたんですよ。振り込まれて、で、その判決の書類に関して、で、あんまりそれが、この人の場合出回ったら、この人も困ってしまうんです、の話をされて、で、できれば、もうお金は払うからと、棄却にしてほしいと、言ってる意味わかります？いや、か、もしくは、ちょっとね、いろいろ言われたか、誰かに途中でいろんなこと言われたかで、ちょっと記憶がごちゃごちゃになってるんですよ。けど、これは まず間違いなく、言われたことが、今までのことも計算しなきゃならないって言ってくれたんですね。裁判官の意図が。本当に。で、その裁判官の意図が、まあ、今日確認しに行ったんですけども、まあ、今どこにいるかわからないという返答をされてしまったんですよ。まあ、まだ髪の毛染めてる女性ですわ、本当に。どうしましょう、本当に。ちゃんとその裁判官は、その平成21年にね、その株式会社神戸ワインで課長待遇で月給30万でどうですかっていうこと、その当時まあ30歳ぐらいですね。まあそれで、まあそういうことだったんですけども、まあその後ね、ちょっとこ働きに行っても、裁判せなあかんよ。ものすごかった。楽しもうかもしれない。本当どうなんの？本当、長時間労働とかだけじゃないから、雪積もってんのに、巡回しに行けとか言われて、その、もう途中まである程度行った時に、まだ雪がだいぶ残っていて、これ、上りと下りをずっとジグザグに走っていかなきゃなんないんだけども、タンクより滑り落ちていくね。これ、ほんと、どうするんですかっていうことで、もう一回店長に電話かけて、その時はまた別の店長で、それでも警察官の可能性。なんか俺らもこんなことさせられてんやんか。なんかその人たちが言うには、どういうか家の人のところ、家の前、雪かきしてるから、ちゃんとアスファルト見えるようにしてくれてるから、そこで止まるはずやん。それまで本当に滑り落ちていってるから。本当。全然笑えないでしょ。それせえ言われて、本当、ドキドキしてたから、本当に。それ危険信号。プロ野球選手だったらもうみんなちゃんと、今だったら全員覚えてるはず。投げる前にピッチャーだったら、ドキドキしていたら、球種変えた方がええって、バレとうって、読まれとうって、変えてもドキドキしとうって、一回も英発してみいって、自分で考え方もう一回考え直そうって、ボールゾーンに投げ込むと、のか、ストライクゾーンに投げ込むのか、インハイなのか、それとも外角低めなのか、それともストライクゾーンからボールゾーンへ行くのかって。阪神タイガースは僕の言葉の組み上げです。間違いなく日本代表とかもそうです。途中でね、僕は言葉組み終わったら、今度バッターの方が危険信号へドキドキしちゃって、急にバッター、ボックスから離れたりするんですけども、何回して、タイムって。何回しても同じやから組み上げてしまった後やいろいろルールがあるんです目いっぱいそんなに頭なんかいったピッチャーものすごいボール投げるに決まってるでしょ。もともとそんなもう見た目でわかるから、あんなにストライクゾーンの四隅とかボールゾーンとストライクゾーンのボールの出し入れされて、しかももう半個分で出し入れしてきた。バッターとしても、もうここバット振りに行くしかないっていう局面と、ピッチャーとしても、次ストライクゾーンにボール入れるしかないっていう場面あるんです、絶対に。この間のアジアチャンピオンズシップでしたっけ、リーグでしたっけ、もう、僕も、その2種類のこと、もうみんなわかんなくなるでしょ、本当のところ。あ、そうよ、ほんまや。河合さんの言った通り、アジアチャンピオンズシップだったっけ、リーグだったっけ、どっちだったってなるでしょ。テレビ局の人が間違え、もうこれも、もうある程度しょうがないと思う。そのまでの受け答えがあるから
書類見ない、見ないで言わなきゃならない場面が。もうそれしょうがないで通すしかない。ある程度のところで。コメンテーターとか聞くか。リーグだった時と、シップだった時、いろんな大会いろいろ探した。あれ本当に変わったわっていう時あるから。もういろんなところ、もう女子男子含めて、テニスとかもうゴルフとかもういろんなこと含めて、本当全部、世界中でいろんな国に聞きに行った。どっかの国が間違え、それ信じられたらもう全員間違え。向こうはこう言うとけど、あの人すごい名前通ってる人だけどもどうするってそこで僕の名前出します、僕も間違えます、分かってます、このスポーツの数ルール覚えとくだけでもどれだけ大変か分かってます、さらに為替相場は言ってるじゃない、1ドル150円続行だってって、金利エネルギーの残存量問題って言ってるじゃないですか。ね、まだ円安になったでしょ、ちゃんと僕は言ってるから、ダメよって。日本すぐ小麦粉輸入するから。ちょっと、数年前ですよ。たった数年前で、460万トンか80万トンだった小麦粉の輸入量が、去年だったと思いますね。去年かな、その前の年、もうそれぐらいの喫緊のデータ。これ。世界国政で、国連のデータの総決算。これで、もう、2023年から2024年って、これ、今年、2023年の9月1日に販売された最速の情報。それで、日本の小麦の輸入量が、577万トンって、人口減ってるのにって、生まれてくる人の数が減ってるから、もう絶対それ減ってるでいいのって、それ死亡届も今どんどん回収してるって、分かってる。死亡届がたくさん届いてきてるから、もともと本当に住んでる人の数が減ってるだけで、そこはあとは生まれてくる人の数で、あとは考えたらいい。違う、貿易の輸出入の量で見たらいいって。これが本当の答えって。増えてる、これいい、これが最速の答えって。ねえ、1ドル150円だったらじゃないとみんな値段に負けて海外が買っちゃうんだから、政府の補助金つくから、ちゃんと農業何もリスク高い仕事してんのよく考えようってあるでしょ、お金は大事だよってね、農業頑張って政府からの補助金しっかりもらってたら円安になるじゃないですか、お金するんだからエネルギーの残存量もで石油とかを大事にしなきゃなんないって言ってるのに輸入しちゃうでしょ、いろんな意味で負けちゃうじゃない原油とかとかこのルールなかったら日本農業頑張らないでね、地主さんとかになっちゃうと、農家の人たちがそこの上に自宅ね、自分の息子とかね、孫とかが自宅建てちゃうんだやっぱりあかんわって、それマスコミの人にもね、もうちゃんと調査してくださいって、もう正直もうそこ官が行ったらいいからって、官って役人さん、ちゃんと公職員証を持ってる人のこと、公務員の人、公職員証を持ってない人公務員じゃないから、まあそれは立場によりますよ、議員バッジは公務員です、あの国家公務員とかね、そういう方です。裁判官も、どう考えても官です。ただ裁判員制度もあるので、そこはご確認ください。僕もその辺のところはもう一人一人聞かないとよくわからないです、本当にどういうパターンかわからないから、本当ねえ、ね、ちょっとごめんなさいね、そうそう、今までのことを計算しなきゃならない話があるから、本当はものすごい数要行為されてるから君だからもうそれも裁判官も最低でも証言者として出てくれんかったら、もういや本当はもともとそういうルールだからとかも言ってましたんで、まあ法律に当てはめて考えてもそうだから、まあそうなんだと思いますよ。あとは時間が経過しすぎると君は何時間働いてたか本当のところ分からなくなることもあるかもしれんからって、僕らも早くその計算済ました方がええと思うねやんかって裁判官が言ってたのを思い出した
んか無気力してって、ほらもう言ってきた内容だけでいいのに何があったかをね、裁判官を余計裁判伸ばしてるから、裁判官が裁判もわかるから、もう自分で裁判して弁護士さんして買った人とかだったら、もう弁護士さんとかだったらわかるから、それ裁判官が裁判もう彼法廷で聞いてますよって、何があったか言ってくれたらいいって、あとは我々が対処しますって、計算に強い人連れてきますからって、その人が対処します言ってるんだもん、そこまで平成21年ぐらいに。それからもうこんなにたくさんいろんな人が違法行為いっぱい、もう警察官がちょっとしたことで精神病院って、何してんのあんたたち。電車が元警察官だった、知ってるよ。その中に元公務員の主査がいた、神戸市北区区役所の。その人僕に思いっきり喧嘩売ってきたの、1時間近く説教してきた、敬語なしでどっちが上か分かってなかったみたいで、僕は区役所のね、もうちょっと区長に呼んでもらえますかって、北区役所の区長、区長のことじゃないですよ、もうこの人これだけ私に向かってもうだいぶ敬語なしで文句言ってきましたと、もう全然この人分かってないんで、一回ちょっと裁判所出てもらいますということで、もうここで録音機材今私持ってますから、ここでもう録音しますね、いいですねって言ったら、分かりましたで録音し始めて、どうぞって、さっきの口調でもう一度話してくださいって言って、急に敬語、出遅れ、エッシュランがあるから記録はもう終わってる。そこで見苦しく敬語で話し始めるでしょ。そこまでバレたらもっともう公務員やめなあかんようになるやん。どこにどんなやつが紛れ込んでるかわからないの方向性で物事進めるから、本当に主査、課長、部長、局長あんまり関係ない。本当どういう生き方してきたか、それを調べた方が早い。見たらすぐわかるかな隠蔽、もう一回さっきの口調で言わなあかんかそれ言われたら、であとはその内容で裁判所に出して、で、その方向性でねちゃんと処理されなきゃならないんです。それあの歯の矯正費のことでね、裁判所に提出して、そこからそのことを言ったんですよ。集めてちゃんと動くかどうかこっちも見てる。その時精神病に入れられたんですよね、公務員訴えたら国を動かしてくるの、警察官とか医者、お金の蛇口だと思ってるから、医療機関、国がお金の蛇口、大喜びで飛びついた人、トヨタ医者、医師、C なんかつけたくないですけどね、本当は違うから、医者の鏡絶対違うよ。神戸市北区の西鈴蘭台の近くの大通りの方、長田区へ抜けていこうの道、そこにトヨタインで個人開業員の店あるから潰れた方後でバレるから大阪の高等裁判所にいろんな立場の人間が出てきて、地裁で終わらせたって即時抗告ぐらいあるからねってその歯の矯正費の件からね、急に、いや、その人こういう風な口調でこういう風に言いましたよって、もう傍聴席、人がいたと裁判官も動くしかないってでは書類をこういう風に書き直してください、いや精神病院入れられてますよ、これどういうことですかって、何があったか全部証明にして持ってきてもらえますかと、こちらで対応しますとその後今度警察官がちょっとしたことで動いて、すぐに精神病院禁止しようとして、もういろんなやつが喧嘩売りに来たから、この辺そいつら名前片っ端からバレたらもう終わり、もうそこまでその人数でしたらもう数千人規模か、もしかしたら万超えるから、本当にテレビ局と組んでた、公務員とテレビ局組んでた、銀行それで強くなったつもり、
違うよ違うよ違うよ昔から全員KO。 本当暴力団として認められたら5年間仕事できないから、法律でそうなってるから、現実はそれです。それで抑え込まんかったら数集まった自分たちが強い存在だと勘違いするから。違う違う、数集まったら大変なことになる。僕も気がつかなかった。人材派遣会社の一応その現場の長として、サンパレス六甲で勤務してたんですけども、そこの直属のバイトでアダルトビデオに出てたやつが1名紛れ込んでいて、こっちにもいた。後から分かった方、分からん分からんみたいな。ここそんなこと一体何を区別したらいいのって面接聞いた時に、とりあえずもう髪の毛染めてる人間俺無理やからっていうことで、なんだっけサンパレス六甲一くれ一くれ言うでしょ。で、主任で上についてる人間髪の毛染めてるでしょ。髪の毛染めてない人間は僕騙して、急にね、テレビに出た出演者で、アナウンサー関係とか、昔結婚話した話とかね、それ、東京行って確かめなあかんとか、今から連れて行くから、車乗るとか言ってきて、乗って連れて行かれたの。キャバクラ。その上村秀明とか、とはまた違う件だから、本当に。ねえ、黒木とおやつ2人もつけてきようかな。でこっちも黒木すぎられた。あとから全部発覚しちゃもう大変なことなるから。でもこれ昔からの傾向なんですけども、いやもうけど現場が人求めるからついに髪の毛茶色い現場で投入させ始めて、もうこれもうこっちもしょうがないみたいになるから。まあもう人材派遣会社の人間だけで20人ぐらいがもうちょっと24人ぐらい入れたかな、僕からもう大体の日。これ変わるガールだから本当はもっといろんな人間働きに来てるから。で僕は現場でね、そこまで長時間労働じゃなかったですよ。まあ200何十時間50とかいかないから、全然そこまで仕事ないから。夏は仕事ある仕事あるって言われて、あんまり仕事なかったか。こんなことしたら証になるんちゃうかな。見ていて、まあバイキングとかなんか夏場のテラスを使ってとかなんか余計なことし始めたんですけども、これちゃんとお盆休みとか入れといた方が上やったんちゃうかなって。まあまあ、いっか、一応僕も仕事あるし、みたいな感覚で仕事行っていて、一応僕は何回か言ったんですよ。これ、おめで大丈夫ですかって。お客さんほとんど来てませんよ。って。生ビール一杯100円とか言っちゃう。それそこの、と、キツネとタヌキっていううどん屋さんがあったんですよ。今、中古屋ショップになってるのかな。そうそう、会社の。確か会社、フォルクスワーゲンとか、ベンツとか BMW を見てびっくりして、フォルクスワーゲンという社名を出して、大したことないやんって言ってる会話をしてる人を見た時の方がこっちはびっくりするから、フォルクスワーゲンの元に BMW とメルセデスベンツがある。スポーツ界の。笑わせてきた方が悪いの。もう使うしかない。無理や、それ笑うな言われ。こっちももう我慢の限界来たら、お前らアホかって言ってしまう。ウォルコスワーゲンの元で BMW とBMW もメルセデス・ベンツもドイツ第二次世界大戦、日本もドイツも負けたでしょ。それを漫画アニメ映画とかで多分もう人間の人の方の映画とか不良関係のあの映画だったんじゃないですか。ふざけすぎて誰だっていうのをちゃんとね、漢字で誰っていう漢字あるでしょ。それをドイツだドイツだ。
慶応のことをノックアウトって言うでしょ。コンコンって家の奥の方とかトイレ入ってたり、絶対分かるわけないもん、そんなもん。家の台所で料理作ってるだけでも分からへんから、そんな。ノックアウト。みんな頭の中で、ね、入れ替わってるでしょ。本当は僕もそう、テレビ放送で騙されてるから、全員がノックアウト、ノックアウトってちゃんと慶応って巨大なマインドコントロール装置、それがテレビ。本当、大学生まで騙されてる裁判官もあんまりそのテレビを見すぎて、それがもう頭の中にね、そういうことだっていうことでインプットしてる人はもうボソッか、もしくははっきりと 言ってくれるはずですから、もう甲子園があるでいいですからと、我々もって相手を倒すことという意味ですか、それとも、誰か来たらフリをしてる方のことですかってちゃんと聞いてくれるから。もうどうしましょう、もうこんなことは海外の人と訳されるわけが一つや二つじゃないから、もうものすごいこと、ものすごい数あるから、ヤクザって薬剤師のことだから。タオカ5年のこと、ホームページ、淡井圭介の日記の YouTube 一覧表で、山口組のことなら説明できますっていうのがあるから。それ見たらびっくりするから。そこの、公用病院、神戸市北区にある。そこの前、経営者が山口。ちゃんと公用病院の前に、山口っていう表札の家があるから。今でもあるかどうかわかんないけども、入れられるやつをそこの家に。田岡製薬所、田岡五年って。本物ね。そんな、その銃撃ったりとか、違うから。国とか行政の悪者たちが自分たちの悪いことした内容を隠蔽しようとして、ただただひたすら精神病院入院させてごまかそうとしてきた人間。裁判官そのこと知ってるから。もう僕は小学生の頃に警察官が大勢突入してくれてるから。元たどったら、三井グループ。その頃はまだ三井と住友じゃない。もともと三大財閥は三井住友三菱なんだけども、三井住友が合併してから、本当はもともと三井住友三菱で、あと一つが、もともと三井住友が本当はもともと一つだったとしましょう。で、三菱重工とね、あともう一つ、富士重工なんちゃうか、富士グループ。富士テレビでしょ、産経新聞。富士フィルム。富士役員、ね、絶対役員ついてくるから、役員でどこも飲ませておとなしくさせようとするから、おとなしくというか隠蔽、ちゃちゃおとなしくじゃない、あれ無理やり恐怖で隠蔽させようとするの。もう最初その恐怖めちゃめちゃ怖いから、警察官動かしてくるから、心配の警察官自分が何してるか分かってへんから裁判所に出されるから。本当やん、もう昔かね。で、あと、富士重工言いました、言ってなかったでしたっけ。だ、富士グループってかなり巨大。ね、工業もあるでしょ、新聞あるでしょ、テレビあるでしょ、薬品あるでしょ。あと、富士通、パソコン、スーパーコンピューター。富士通 100%、昔から、経も富岳も。じゃもう NEC も混ざらん方がええって、言ってあるから。本当に。富士通責任もあるから。さあどうしよう、富士グループね、純利益なくなったでしょ。なんだ、財閥でもどうでもええねんて、何してきたかや、どこのフィナンシャルグループを薬品業界抱えとるやないかって、もう最初っからお前らの負けや、この体制だったらって、自分たちでちゃんとな、法律で変な役員全部削除しろよって、それせんかったらお前らはずっと負けやって、これ話通ってるから世界中で。知らんよ、国際司法裁判所のその判例出てきたとき。日本誰が国連からだったりさせな。輸入止まりましたってなっても、もうおかしくないから。
こんな怖い話、ちょっと面白い話混ぜながらじゃなかったら、もうみんな途中で止めてしまうでしょ、喋ってる内容。ほんと。もうそういう、そういう役員とかでね、怖い思いさせられた人、もう家で一人で震え上がったりしてたでしょ、怖くて。ね。なるから、本当に。で、精神病院でこういう人見かけました。1年間と言われてますって。その人は10年間同じところで働いていて、警察官と揉めたらしいんですよ。本当のこと知ったら警察官と揉めるでしょ、普通。それは普通。それ隠蔽しようとした人。だから今考えたらその人の名前と住所と電話番号をしっかりと聞いてあげたらよかったなって。そうすればその人に政府が国家賠償金、国家賠償法で賠償金払わなか。だけども、一番たくさんお金出さなきゃなんないのはその警察官。警察官ももう帽子取って頭下げて謝らなあかん。むちゃくちゃやもん、もともと。議員でも昔いたから、エルカオカ言っとったやつが。ほんと、全然珍しくなかったから。アホちゃうか、思って。本物の労働者の人たちにめちゃめちゃ怒るから。で、よく分かってない人たちに本当のことを法律と当てはめて、判例まで教えてあげたら、そんな人たちもめちゃめちゃ怒る。三振党以内の請求弁護士がかけに行くときはかけに行くから。もうこれ本当のことですよ。今更もう法律業界入って、青井圭介さんの話しませんでしたら通用せへんから、本当に。無理やから。もう他国に応援求めるから。で、各警察官は全てインターポールの下で動いてるから。国連。それなかったら無理やから。自分の国を、正しい国にしようとするの。だってまだ法律や。ね。医療業界の制裁まだね。全然テレビで放送されないでしょ。ね。う、い。す。ちょっと待って。ワールドビンサテライトでね。返答の言葉で、フランスだったと思うんですけども、愛のことをウィって言うらしいじゃないですか。だったと思うんですよ。僕もだったとしか言えない。急に、まさかそこまで嘘があったら。僕はついつい返答で、ウィってこう思っちゃったんですよ。思っちゃったら、それがテレビステーションに伝わって、ワールドビジサテライトで男性でウィさんって、そういう名前で出てきて、全員実名じゃないと本当あかんからって、本当にって。何年の放送か本当見てる方が分からなくなったら、もうみんな嫌になるからって、テレビ見るのがって。ねえ、本当に東日本大震災とか発生したら、もう発生してしまったもの発生したものでしょうがないですけども、ちゃんとそういう時ぐらい助けに行くわって言ってくれたり、義援金ね、送ってくれたりする人いるんだから、募金箱に投入して。僕なんか1万円札よ。東日本大震災の時。生活保護者が。働いてるんでしょ？お金あるんでしょ？みんなもっといっぱい出しなさいなって。淡いケース関係でたくさん金稼いだ人、どれぐらい出したの？生活保護なんか、その時で一月、まあ、7万円ぐらいですかね。あとは住居手当。もうそれ、ここは公営住宅で家賃だから、まあそこはお金の出し入れ、みたいな感じですね。まあ、その7万円でね、その光熱費とか、水道代とか、まあ光熱費の中にガス代入ってますよ、電気代とか。あと通信費、Wi-Fi とかのね。それプラス食費なんだから。それで頑張って工面して用意したお金なんだから。っていうことを言われて。で、あともう一つの方向性からの話ね。ちょっと海外に相談してみるわって。まあ、アメリカの方で、ちょっと名前の通ってるバンドの皆さんと、ちょっと、まあ、昔、2007年ぐらいに、神戸市立ホテルウルサーバークで勤務してるときに、パフュームの、誰だったかな、あーちゃんじゃない、カシウカっていうものだったと思う。だったと思う人しか言えない。わからん、僕名前が。カシウカってよく分からん、本当に。
あーちゃん、あーちゃん、もっとわからん、誰やねんそれってちょちょ全実名じゃないとダメよ、もう海外行って稼いできなさいの、ちゃんと現金かさげ、かけ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 集めてきなさい、かつあげっていう言葉でだどうしよう、違う違う、ちゃんと、ちゃんとちゃんとした曲、もうそれももうパイオンって最初の今日の曲聞いたらびっくりする、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、ごめん、もう笑いながらちゃんと言わへん、ずっとそれ言ってん、こんだけ売れるわけないやろ、ある程度売れた、ちょ、ほんと真面目な会社、真面目な会社、真面目な会社、無理よ、無理よ、ほんと倒産来るよ、倒産来るよって、ほんとに潰れてる会社いっぱいあるからねって、現実知ってるから、こっちはって。もうええ、行ってこい。こっちで、向こうのせい、うっとうして、話つけとくって言って。テレビ局も通して、経団連も通してって、青井圭介さんからの話来たって。日本のせいも、ちゃんと話通しといたらいいって。絶対協力してくれる人は、あれだけ会場に人が集まったら、現金、まあ、募金箱入れてくれるって。で、海外のね、大物バンドと一緒に出たりしてたんですよ。ベビーメタルもそれ。いじめ絶対ダメっていう、もうこっちも忙しいから、もう大体しか分かんない。グレイ・ラルクだったら、もうそのまますでに売れてるし、別に、もう海外でもある程度、いや、分からんみたいな形になって、どれぐらい広まってるんだろうって、奥の再生回数って絶対それ海外に広まってないと無理でしょ、はっきり言って。本当に本当に世代が違うかったらなかなか見てくれないとかあるからでしょでしょでしょ、本当の人口もう話した51番、一郎さんの背番号と同じ、さすがにそれそこまで言ったらある程度覚えれるでしょ。で、まあバンプオブチキンのボーカルよく見た、内村航平にそっくりだな、本当は内村航平やろ、藤原なのか内村なのかどっちやねんっていう話になるんです両方偽名だったらどっち体操の内村航平なバンプオブチキンのボーカルの藤原なのか、分からんもう身分証明書見せてもらうけど分からへんから、でも名前変えれるといえば変えれるし、実際変えた人見たことあるから、国の職員でも、まあ、普通に言うことはね、入籍とかでもね、 NATO 制があるでしょ、で名の方が変わるでしょ、普通そうでしょ、嫁入り婿入りどちらかって、でそこが、介護担当っていうことになるんですよ、そこの家系の。そこをルールはっきりしてなかったらみんなむちゃくちゃになるから、どこに住んでおくとか、どこの会社に勤めるとか、ごめんなさいね、もう何言ったらいいか分からなくなってきて今そうだから、まあ弁護士話でもうその勝訴っていうことでいいっていうことは裁判官も言ってくれてましたよ。訴訟費用の救助申請通った時点で勝訴の見込みある時だけで、もうさっき言った内容で分かるでしょ、もっといろいろ気になる。それで一旦棄却だったのかもしれないですね。仕事のことだけでまとめてきてくれた方がとか、なんか書記官と話し始めて。あと仕事中に何があったかも書かなきゃならないからって、あんなにたくさんいろんなことあったもんと思う、書き忘れることもあるわもうどんな裁判でその判決まで持っていったらいいか僕も分かんない、社会全体の見本としての時のケースを考えると、もう自分のホームページに貼り出すから、その判決の内容、もともと裁判の判例は公示されてるんですよ、公開されてるんですよ、わかりやすいの、大阪の高等裁判所のところの通路。ものすごい紙が貼り付けられてる。横に、もう、これ言っていいかわからんけど、もう、これ、もう、こう、話こうじんで、もういいでしょ。ずらーって並んでるんですよ。上から下まで横。もう、満パン。貼り付けといたのかって。それ、インターネットとかでね、その貼り付けることを、ドラッグって言うでしょ。
これが精神病院とかの医者に分からせる薬。意味分かりました？パソコン使い始めて。あいつらもともと警察官？区役所の主査？で、その区役所の主査の人は反省したみたい。その精神病院であったから。本当に。で、言ってきたから、自分から。僕のことを覚えてます？でも、態度180度のかって。いや、僕も、あなたのことをどういうとか分からなかったんで、って。で、僕もね、その時、その前、裁判で訴えた、その主査の人だって分かってなかったから、僕も、いやー、まあ、それ正直あるし、時間の経過で、僕も、っていう。で、その時に、その人はね、対応してたのが、もうだいぶちゃんとした人になってるなっていうのは分かったから、で、里親の子供でね、母親は本当は生きてるらしいんですよ。だけども、自分の親じゃない人に育てられてるケースで、その、まあ、税理士目指してるらしくて、難しい税理士の本とか、ちゃんと読んで意味とか言ってるんですよ。で、まあ、その、自分でね、料理作ったらダメとか言われてるんですよ。で、なぜ自分で料理作りたくなったかって言ったら、しょっちゅううどん食べさせられてるって。で、うどんって一玉とかバラ売りで買いに行ったら安いでしょ。で、子供だしもう何十円で買えるでしょ。うどんの玉自体が業務スーパーだったら29円ぐらいでしたっけ。今だったら34円ぐらい ?5 円しないでしょ。で、なんか今声が聞こえてきて、それやったら里親にしたるとかいう声、その女って、まあ、一応これね、いろんな意味で言っときますね。これもうコンピューターからどんな声が聞こえてきてるかっていうことを言った方がいいと思う。で、その、女性はもう僕より年上だと思うけども、あれも整骨院でも車乗ってるの見たことあるし、横に誰か乗せて。で、共産党員として出馬してる神戸市議会に。で、その人に注意したから。神戸空港を国際化する。で、それに新しく地下鉄2000億かけて通す。客がたくさん来たら、ポートライナーがもうこれ以上人乗られへんからっていうことで。それ、純利益の話まで分かる人の話。純利益で2000億作るって、何兆円の売り上げがあったら作れるか分かってますって。ね。どうせ分かってない人が言い始めたんでしょ。国の税金の身勝手な使い方を覚えてしまった人たち。な、僕は、ね。大英の近く、港川の、神戸電鉄港川、神戸市兵庫区、僕の地元。もう大体その辺とか商店街とか僕が歩いたら僕のこと知ってる人たち多いから昔オリックスの優勝とか阪神タイガースの優勝の時とか歩いた時に、まあセリーグの優勝だけでも俺らはええでってこう言ってくれる人たちは言ってくれましたから、また頑張ろうで俺らもそれでええと思うわっていう阪神淡路大震災を乗り越えた強い人たちもっともっとそこ激震地だから本当にね。その女性、髪の毛まだ染めとうから。それで、ね、議員になったらまた僕はめちゃめちゃ怒り始めるから。それ叱っていいの。裁判所の法廷で裁判官が認めてるから。怒ってもいいですよねって。できるだけ自分を抑えるように努めておきますけども、けど無理ありますよねっていうことで。認めます！女性の裁判官がはっきり言ってくれてる。その時と場合によって絶対そうなるからで自分が怒ってる言い方になってるっていうことを気がついてない人いっぱいいるから、警察官の人もだから、まあその辺もまあそれなかったら僕も仕事は無理だと思うんですよ。べちゃくちゃ喋っとる連中とかある程度大きな声で叱らなかったら気引き締まらないでしょ。でしょ、絶対そうでしょ。みんな僕もそうだから、たまに僕も仕事場で大笑いしてる時とかあったから、でその後仕事場で仕事中全然笑わんようになって、で休憩時間も真面目な話ばっかりしてたら桐谷課長当時で、その後神戸市 の部長になって、その後局長になったんじゃないですか、よくわかんないですけども
だからその 当時のね、その頃は1998年ぐらい、桐谷課長が、アイコン休憩中ぐらい笑ってもええでって大丈夫かって言って、どうしましょう、今自分の中でこれ正直な話言っていいですかって、真面目側で一体とするのであれば、今もここ真面目な話でそれが面白い話っていうことにしておきたいんですけど、どうですかと。で自分でもうこれね、あの特許庁に静かにしたらそいつ捕まるから、あの今から言うこと、あのもう僕は考えたから、あのボールペンがあったらいいんだけども、分かりやすくて、ボールペンあったかな、ちょっと持ってくださいね、使いますね、ちょっと待ってください、すぐ戻ります、1分以内。僕そういうの大嫌いだからそのうち僕の世界と付き合ってテレビ局のやつ、なんでお前らそんなに金もらえんねんっていう話になるからちょっと話戻しますよ。あの歯ブラシでね、こういう特許、螺旋型、先のブラシの部分だけ交換、これ出願者捕まるから僕は先に考えるし言ってるからそれもう国会議員の人たちみんな知ってるから特許庁にも言っとくわね、話戻す警察庁にも言っとく警察の方にも言っとくもうそれをもう菅さんも安倍さんも言ってたかもしれないんですけども、もう菅さんもはっきり言ってた時は覚えてる、それ出願してきたらもう本当に捕まえるからってこっち出て大丈夫だからって著作権のプログラムとは計画のことで、みんな義務教育の時に運動会の種目の順番をプログラムと書かれて渡されています。計画という意味なんです。事業計画と同じなんです分かってんかと、分かってんか、戦国まだ僕は言ってることを覚えられないやつじゃないってあんまり僕のことあの喧嘩打ってくるようなやつらもこれ卒業で、なんかそいつが言い始めたことがもうあんまり頭きたから、裁判所でお前と会うのが楽しみだなって、お前がどれぐらいの知識を持ってるかそこでわかるみたいなことを言ったんですよ。そしたらそいつが、このお金、いや、このゲームでお金たくさん使ってるからとか、なんかわけわからんこと言い始めて、そんなこと言ったら余計ちょ初恋やろって、言ってるやん、僕がって。別校とか中国のそのゲームメーカーとか、未だに1円もお金入ってきてないって、それ言ったら、またプレイヤー名がアスナ。なんか、キャラクターでいたんでしょ、アニメ業界で。僕それ見たことないかわかんないんですけども、ガンダムシードの絵描いてた人たちでしょ、その人たちがその絵作ったでしょ。で、まあ、そうなってくると声優なのか何なのか、そのチームの誰なのか、正直わかんない、本当に。で、そのキャラクターの名称を一般人がつけてくるケースもあるから、だからわかんない。で、だけども簡単にわかる方法はある。自分たち。いくら偽名使ったって、それちゃんとわかるから、元がどこなのか。見えてるやん、自分。こんなにたくさん裁判あるから、ただただ訴えてないだけだって、もういずれかの問題やんか。これ笑いながら言ってるけども、まあ、裁判所でね、どういう事情があったのかと、なぜそういうことを言い始めたとか、一応聞いてあげるから。で、こっちもこっちの事情を知ってほしいから。で、君が銀枠をつけてる以上、富裕層だっていうことわかるから、つい最近、我が天下で、無料でね、ブコンとか手に入るようになったの。昔の、スタートした頃の時点で、ブコン集めるの一体、覚醒とか、覚醒フルって後から出てきたの。最初は五つ星止まりだったの。そこから覚醒フルとかになったの。もう最初から僕は言ってあるから。ゲーム作る前、出来上がる前から。もうかなり言ってるから。ほんと。
原砲とか銀領とかの概念とかね、フィールがこういう風な形でて、戦闘シーンは伝説のオーガーバトル、スーパーファミコンの方よ、 3D じゃないから、もうデータ容量とかの話があるから、その代わりグラフィックは綺麗にっていう形で、まあ方向性だけね、ちょっと違う角度にしておきましょうかと。一応僕は子供の頃にスクエアさんに電話かけたんですよ。で、戦闘シーンでそのまあこういう風な伝説のオーガーバトルみたいな形でっていう、グラフィックこれ使用してもいいですかっていうような話をして、で、まあ、その人も未来からいろいろ聞こえてきたみたいですね。まあ、君だったらいいっていうことになってるけど、何か心当たりあるっていうこととか聞かれて、で、まあ、いろんなことをお話ししたんですけども、まあ、一応覚えとこうと思うけど、君何歳って、まあ、中学生ぐらいだと思いますね。まだ中学生なんですけども、それだったら、でも一応名前と住所と電話番号を聞いとくかって、で、ああ、いいですか、神戸市奥東山町4丁目16-18東山高校604の淡井圭介というものです。淡路芝の淡じゃないです。栗によく似た字で、下が込めて、井戸の井で、背景の景で、介護の介で。で、いろいろ話して、聞いといて言うのもなんだけども、こっちがわからんかったら一応自分から言ってねって、一応その戦闘シーンで使って何か作ったとしても別に俺らもそれでいいって思ってるからって言ってくれたんです。もうその当時からゲーム会社も合併だったんですよ。ずっともう最初何十社だったんですよ、ソフトメーカー、ファミコンの時代にいろんなところが乗り込んできて、じゃあファミコンが売れた当たったってなったら、もうみんな一斉にいろんなね乗り込んでくる。ああ、それじゃもう飽和状態になるって言ってる。ほら、ファミコンが売れた瞬間、PC エンジンが出てきた。なんか、セガがメガドライブとかわけわからない。セガ、メガドライブ。正直ね、ゲームの戦闘シーン見たらわかるんですけども、それか、本当は海外からのメーカー、海外外資で始めたんですか？それが、いいパターンと良いパターンがあるって外資が入ってきて、結局倒産した時に本社がアメリカにある、退職金アメリカの本社払ってもらったね。乗り込んできたのはそちらですよねって平気で言う裁判官いらっしゃいますから、日本人でしっかりとした判例知ってますからこちらもってね、海外進出した方がいいのかはよく分かんない話になるでしょ。海外の進出、俺らのケースの場合しんどいだけやったわっていうケースとかあるから聞いてるから、もう直に僕会ったりとかして、基本的にもう俺らの中では自分の国は自分で何とかする、で、あとは何かあったら海外に助けを求める、そのための国連ということになってるけども、まあ君の年齢だったらあれ見とったらどうせ間違えるかあんまり気にせんでええでって、その当時のね、僕が20歳ぐらい、だからもう18歳か19歳ぐらいの頃の国会議員の方たちですね。まあもしかしたら地方議員の人たちもたくさんもういたんですけども、そこでも僕の名前知らないともういなくなってたから、この人ほんと。で、まあまあ話だいぶそれましたけども、アスなんて他のキャラ、他のプレイヤーでもこのゲームでちゃんと自分のお金を使ってるとか、なんかわけわからんこと言い始めて、だからそれ言うから俺はめちゃくちゃ怒るんやろって。それでもちゃんと考えよう、ちゃんと阪神淡路大震災があったから、その話をね、糸口にして、もう糸口でも何でもいい、もうそういう言い方もあるから、僕としては販路なんだけども、販売の販とね、通路の路、販路、それぐらい知ってるでしょ。賄賂じゃないよ違うか、そこほんとちゃんとクオリティ勝負でいかんかったら、僕も阪神淡路大震災の被災者でもそんなにいい話いっぱい持ってきても、漫画アニメゲームとか娯楽、まあ音楽もそうだけども、娯楽の分野は良いものじゃなかったら、やっぱり消費者の方が相手してくれんねやんかって、それ買う方の自由やからっていうことで話通ってるから。
だそこはそこはすいません、そこはあの CM とかあの商品を置かせてもらえるような形で、これ神頼みじゃないですよ、そこちゃんと人間にこれお願いします、そこなんとかすいませんけどなんとかなんとか本当はすぐ倒産し、ゲーム会社もすぐ合併しちゃう、本当はもうこういう事情で、本当はもうまた任天堂がもともと始めたのに日本の大手家電メーカー、正直ソニーってそちらのお国の方でご存知ですかって一般人の人たち、海外の企業の名前聞いても僕らもそうじゃないですかね、 L&G って聞いてどこのメーカーか分かります？韓国のメーカーですよ。何作ってるか分かりますか？テレビとかです、家電メーカーね、分かる人と分からない人いるでしょ、海外の人の立場からそうですもん、ややこしいでしょ、任天堂だけでよかったのに、技術協力をソニーが仕上げたらよかっただけなんですよ、事業計画もともと任天堂さんの一人勝ちで話し通ってたんですから、だから僕は助け胸出して任天堂スイッチっていうものを考えて海外へもう一度巻き返したんですよ。でそこは別にソニーさんを敵に回してるわけじゃないですよ、そこをウィンウィンの関係でいきましょうなんですよ。やっぱりそうなってくると家庭用ゲーム機に関しては一番まずいケースがソフトメーカーがついてきてくれなかった時だからソニーも自社で良いゲーム作ったんですよ、ワイルドアームズとか、だから今見たプレイステーション2とかで、話のストーリーとか、だからあんまり悲しい話ばっかりで物事進められるとみんな悩むから、ワイドアームズ1主人公は途中で実は自分がロボットだったって知って衝撃、自分が驚いてるから、えって、自分がロボットだったって驚きのストーリー、僕もコントローラー持ちながら止まったからボタン押す時の指あんまり力入ってなかったから、本当になんか最初のオープニングの映像すごくなんか西部劇、そういえば本当は西部劇って昔銃の撃ち合い、人をお互いに町の人たち同士殺し合ってる、そんな町正直住んでいて夜も吐きて怖い、笑えないでしょ、その話もともとじゃあな、自分がロボットだった時と人間だった時とどっちがええって、もう分かったって、銃が悪いも分かったって、俺はもうそう思うって、うんけどなって、自分がロボットだった時と人間だった時とまた何か付け加えてこられて、自分が人間だと思っていてロボットだったって分かった時どう思うって、そんなコンピューターいたらどうする、 AI、それは驚くでしょ、そういうゲームを作っておりもうこの一言で言ってある程度笑い話しませんかったら、もうなんかワイドワンアームズは怖くなるでしょ、するのがちゃんとある程度ちゃんと正直僕の中ではあのゲームは傑作、本当リメイクしてもいいと思う、どんどんあれはあのストーリーはリメイクする価値がある、ただブーメランとか出てきて笑うから、国会でもこの話通ってるから、ゲッターあるもん、トマホークブーメランって言ってる、あれ気合いって言ってるけど、ミサイルでトマホークあるでしょ、あんなもん撃ってきた撃ち返すに決まってるやろ、わかったわかった、コンピューターわかった、 AI も絶対に撃ったらあかんでって、相手の国にもスーパーコンピューターあるからって撃ち返してくるよって、最悪もうコンピューターがしてきたことわかったらそのコンピューターを呼んでスーパーコンピューター系とか深くもう港の方の浮島に作っとく、ポータイランド。もうな、本当にトマホーク飛んできたら、
俺らもそこでええと思うねやんか、住宅地よりも航空機も飛行場も多分飛んできた瞬間止まると思うねんか、それか飛んできたことが分かった瞬間、正直なみんな一緒に飛行機乗って、もう経済原理どうでもええから、もうみんなそれ適当に乗ったらええからって、もう そのまま飛んで出してほしいって、十分間に合うからこれでええと思うねんか、これが冷静な対応案外簡単だった。さすがのトマホークでも発射して着弾するまで何分もかかるから、みんなでダッシュ、飛行機に向かって、どれ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 、もうエンジンの中にちゃんとガソリン積んでんの、エンジンの中ちゃう、燃料タンクにガソリン積んでるの、どれどれどれ、もうそれ行それ行それ行、もうこれでいいこうもう みんな乗ったらええって、もう従業員とかもう空港にいる人だけでいいって、もう順番に飛ばしたらええって、飛行機飛ばせる人何いる、もう副操縦士の話いらんいらん、人数多かったら一人一人が運転したらいいって、もうそれでいいって、それ本当は総理もそれでいいって言ってるから、あいつの方が賢いわってえ、彼がもう言った後ってこれメガネかけてる人間の共通なんですけどどこでずれ落ちるか言われたとき自然とそうなちょ、もう多分録画時間少なくなってきたんでね、もうこれぐらいにしときますね。今もう20時52分以上です。皆さん、何の話だったかもう分かんなくなるし、裁判所の判決の書類、もうそれで勝訴でありでいいんです。あと訴訟費用の救助申請で通った裁判があと2件あるんですけども、もうこんなもんもう一件なのか二件なのかもうどうでもいいんですよ。彼がどう生きたか、それだけです。いやけどその後もちゃんと勝訴取りに行きますんで、これからもね、企画でもちゃんとお金が入ってきてるケースあるからそこで払わんかったらもっと大変なことあるからね、いろんな結論あるでしょ。企画イコール敗訴ではないぐらい覚えましょう。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定よろしくお願いいたします。